おはようございます。速稼塾の久保です。いや、相場解説なんですけども、ちょっとね、個人的には楽なんですけども憂鬱ですね、かなりね。この動きは市場介入でもない限り本当にね、これ悪い円安が120円台まで続くんじゃないかなと思いますよね。で、あれでしょ、ファンダメンタルなこと言えば、岸田総理が結局は揮発油税、こちらの方に手をつけるんではなくって、結局なんだか目先のごまかしでなんか備蓄を放出とかしてね、これ根本的な原因になんないんですよ。ドル円に対してもそうだし、国内の物価高に関しましてもね、逆に備蓄がなくなったらどうするのって話で、これ長期化する恐れが出てきましたよ。つまり原油産出国っていうのは世界の情勢を見て備蓄をね、放出してるもんだから、じゃあそれがなくなったら結局は買うしかないでしょってことで、今からじっくりと、増産しつつもあんまりそれを増やさないっていうかね、バン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 出していかないみたいなことになると思うんですよ。まあそうなると、日本なんて特に輸入で成り立ってますからね、全ての国内の動きっていうのは外国から輸入してきた原油燃料によって行われてるわけなんですよ。で、原発の再稼働ってのも一応今してないわけですよね。そうなってくるとエネルギーがどんどんなくなって、国内の商品ってのは値上げをせざるを得なくなってね、で、賃金が上がるって言ったらこれ上がらないんですよ。インフレによる物価高じゃないですからね、単なる仕入れコスト増額による物価高ですから、これ私たち労働者の報酬には跳ね返ってこないんですよね。ということで、極めてやばい円安がこれから加速していって、私たちの暮らしはさらに壊滅的になるでしょうね。この冬を越せない、石油灯油を買えない方とかも、ね、出てくるんじゃないかなと思う。本当憂鬱ですね。だから相場をやっておけば、マスターしておけば個人的に生き残る方が可能だよっていうことなんですよね。もちろんこれね、日本人の多くの方が FX をものにしていたら全員で倍に入ってるはずなんですよ、ここずっと。そうすると日本は投資によって儲けれる国、投資立国になるわけですよね。そうなってくると投資に対する課税ってのは功を奏するっていうかね、今ね、はっきり言ってね、投資による課税を強化したところでそんな数千億円ぐらいしか集まんないんですよ。でも失われていく需要ってのは、国内需要ってのは数兆円ですからね、数十兆円とか。いや、本当にね、なんか憂鬱だなと思いますね。これはまた別の動画でお話していこうかと思いますけども、今日はね、引き続き昨日一昨日に引き続きずっとね、とにかく円をどんどん売っていけば儲かるよと、でドル円上では倍に向かえばいいよって話をさせていこう、いただこうかと思います。でもどうぞ。あんまり話すことはないですよね。これ日足なんですけども、ずっとこちらの方にね進んでるでしょ。で、一時期レンジで儲けまくったのがここですよ。で、このレンジのフェーズが終わってブレイクアウトをここでした時から、ここをレイズアップラインにしてさらに押し目を作って上がってるわけじゃないですか。で、次の動きはこっからこうですよ。また N を書いて上昇してるわけですよね。ここですよ、 N 字は。いや、もうこうなってくるとね、ずっと申し上げましたけど120円に向かうわけですよ。これ為替の介入でも日銀がしない限りは、もうこのまま続いていっちゃうんじゃないかなと思いますね。非常にまずいですね。非常にまずいとだけ言わせていただきますけども、しかし私の相場解説をご覧になって、そして FX をちゃんとやってる方はここでエントリーは少なくともできてると思うんですよ。ここでね、できてるでしょ。なぜなら114円の255、今赤いラインで引いてますけども、114円の255がブレイクですよっていうふうにお話してるのはずいぶん前から言ってますよね。プラスこの全体像を見てると、これも昨日も言いましたけどもね、完全なら右肩上がり相場なわけですよ、日足で。で、もちろん1時間で局地的にロスカットを食らうことあると思いますけども、ロスカットを食らえば食らうほどね、もう追いがけぐらいでどんどん倍の方に突っ込んでいけば、結果今いくらですか、115円のもう411ですよ。
116円も目前じゃないですか、この何日かのペースを考えてみたらね、ちょっと前ですよ、ここレンジで上がっても下がっても取れますねって言ってたのはちょっと前ですからね。この時が110円とか111円にまだいかないなって話した時なんですよ。あれからそんなに時間経ってないのに3円4円5円と、変わっていってるわけなんですよ。だからその分だけ見どころのある人がね、円を売ってる、そしてドルを買ってるってことですからね。私もまあその一人なんですけども、爆撃ですよ、もうはっきり言って。はい、ちょっと熱くなりましたけどね。じゃあ4時間見ていきましょう。4時間もまごうことなく例のレンジが終わった後、一旦は下に潜ってロスカットは食らったんですけども、結局は同じレンジラインをブレイクしたあたり取れるわけですよね。ズコーンと移動平均線はこんな形でございます。上に向かって開いてます。完全なこれ右肩上がり一直線ですよ。はい、1時間行きましょうか。もう何も言うことないですね、これね。いや、これは連日取れといてくださいよ。ね、1時間足なんて完全に右肩上がりじゃないですか。だから、これからも倍ですよ。トレンド転換がはっきりするまではずっと買っていきましょう。で、トレンド転換があんまりね、考えられないんですよ。例えばね、月足とかを見ますよ。月足を見たら、これ月足ですけども、月足を見たらね、トレンド転換しそうなところってもう完全に抜けちゃってるんで、今度はここですね、118円の080あたりでトレンド転換起きるんじゃないかなってとこですけども、そういうのもね、考えると、一方的に今、右肩上がりがずっと続いてますよね、この月足で。で、そうするとね、120円までこのまま突っ走っちゃいますよね。ファンダメンタルの要素もあるって昨日言いましたけども、やっぱりテクニカルでも、これ右肩上がりしかもうないんですよ。だから買いで行くしかないです。売りで行く瞬間ってのは基本的にもうないですよね。今までもなかったし。これはだからね、なんと言いますか、悪い円安ですよ、完全に。はい、まあため息ついてもしょうがないんでね。少なくともこの現実に乗っかって個人的な資産を増やしていきましょう。もうかなり増えましたよ、私も。おかげさまでね、100万円ぐらいはこの2週間で稼がせてもらいましたよ。100万円ですよ。しかもこのなんていうの、大きな陰線とか陽線がバーンと伸びてね、宝くじみたいに当たったわけじゃなくって、これ完全にファンダメンタルも一部入れましたけども、テクニカルによって急速に円安が進む方向についていっただけなんですよ。そこに国際背景を組み合わせてね、ファンダメンタル、原油のことですよ。原油がどんどん値上がりをしていって、輸入が基本の日本にはこの原油高っていうのはね、円安に運ぶ傾向が強いわけですよ。プラス揮発油税の撤廃によって、あらりをね、国内あらりを守るんじゃなくて、変な補助金ぶちかましたり備蓄の放出によってごまかしてるわけなんですよね。いや、これはこの判断はないなと思います。閣僚の方とかで投資をやってる方って多分いないと思うんですよね。だからこういう感覚わかんないと思いますから、もう今だけでもね、私に決定権があるんだったらこんなことにはならないと思います、今だけでもね。いや、本当になんか俺が政治家やらないとダメじゃんかっていうふうに経営者の方とか投資家が思うのはこういうところでしょうね、きっと。つまりは、なんかその書類だけ見てね、机上の空論でおかしな理屈を作ってるのが、まあ政権なわけなんですよ、いつの世もね。でも現場で現金を叩き出している私たちから見るとね、完全に市場とは全く別のことをやってるわけなんですよ。本当にどしがたいかなと。で、目先の利益をお仲間に配ることだけね、一生懸命して、その場しのぎ、自分だけしのぎなんですよ。全体的なことを見ると何の改善にもなってない。で、私たち投資家は、まあこういうふうなトレンドが来てる以上、トレンドについていくっていうふうな、相場解説しかできませんよ。だってこれを、例えばね、日本政府の意向に反して、流れを変えるために、円を買いまくりましょうとか言ってね、100兆円ぐらいみんなで買えるんだったらいいですけども、買えないですからね。いやー、なんか、じくじたるもんがありますね。まあ個人的には稼ぎやすいフェーズに入ってますんで、しっかりと
円売りで儲けてください。それでは失礼します。